西谷社務工事です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は国の税収が過去最高を更新したが、税収増の恩恵はどこにある？括弧播磨拓氏の経済コラムを見て考える。1つ目、2023年度の税収状況。2つ目、法人税と消費税の増減。3つ目、インフレ課税の影響。4つ目、増加した税収の使い道ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、これ国の税収が過去最高を更新したという話の税収増の恩恵がどこにあるかというようなコラムになっていました。1つ目、2023年度の税収状況ということで、2023年度の税収は72兆761億円に達し、前年より9388億円増加ということで、まあ、ほぼほぼ1兆円増えたので非常に税収が増えているという感じです。まあ、昔多分60兆円とかしかなかったことがあったので、かなり税金増えているかなと。で、補正予算段階で見込んだ税収よりも2兆4651億円上振れですね。4年連続で過去最高を更新したと。名目成長率 5% の高成長が税収に大きく影響し、インフレ課税が国の財政を潤していると。経済成長が税収増加に直結している状況と。なので、インフレが税収を増やしていると。まあ、それはそうですよ。年間 2% とかでインフレが起きれば、今まで60兆円だった税収であれば、1兆2000億ぐらいお金増えますし、70であれば1.4兆円ぐらいお金増えるので、そのようなことが今起き始めているという感じです。2つ目、法人税と消費税の増減ということで、税収の中で最も増加したのは法人税であり、2023年度は15兆8606億円と、前年度より9208億円増加ということで、これも非常に大きいですね。さっきは72兆に対して9388億円だったんですが、これ15兆8600億円に対して今年はですね、9208億円、約1兆円深くこの法人税が増えている。で、これは円安による輸出企業の好業績が要因と。この円安による好業績ですね。ここ非常にポイントです。一方、消費税は23兆923億円で 0.1% の増加にとどまり、まあ、これも23兆円も税金を取られてるっていうことがポイントなんで、昔は0円でした。昔は0円だった。で、23兆円も税金取られてるのが今の状況です。で、物価高による消費停滞が影響していると。所得税は22兆530億円で 2.1% 減少したと。所得が減っていると。前年に比べて所得が減らないと所得税減らないはずなので、減税してない限りはおかしいと。給料が上がってないんじゃないかっていうのが原因です。経済環境の恩恵を最も受けたのは国と大企業。国と大企業である。これはよく最近言ってるんですけど、国民のお金を新NISAに入れと。新NISAは海外の株式をほとんどの人が買ってるんで、5割ぐらいは海外にお金が行ってしまう。つまり基本的にはドルを買って円を売るという円安に向かってると。つまり円安誘導してインフレを呼び込み、お金がない円安なので海外の石油とかを買うのにお金を今まで以上に払わなきゃいけないっていうことでインフレになっていると。電気代も上がった、ガソリン代も上がったっていうことがこの今の実情です。で、恩恵を受けているのは国と輸出大企業なので、ガソリンとか売ってるところは国から補填があるので売上が下がってない。あと東京電力みたいな電力会社、単純に価格上昇させたのでこれも困ってないので、儲かったのは国と輸出大企業だけ。つまりインフレ増税しているということですね。で、給料が増えれば良いが、実質マイナス賃金ですね。インフレに昇給が追いついていないと。なので、さっきの所得税も減っていると。給料が増えていない層にとっては大増税に等しいということですね。まあ、消費税が 2% ずつ増えたような感覚値ですね。インフレしていてどんどんお金の払いが増えているという感じです。で、国民の金をですね、マイナス金利で国債を発行して、円の価値を大きくマイナスさせて、儲けたのは国と大企業という真実が見えてきているのが今の現状です。3つ目、インフレ課税の影響。インフレによって最大の受益者は国、各政府であり、債務者が有利になると。家計は実質所得が目減り、減っていって、消費支出も減少していると。まあ、お金使わなくなっているということです。5月、2024年の5月の家計消費支出は前年同月比で 1.8% 減少し、特に家具、
家事用品、被服、履物、食料や旅行関係の支出が大きく減少したと。賃上げが追いつかない中で家計の苦しさが浮き彫りになっていると。無金利で貧乏の昇給なしに追い込まれ、これからは金利が上がり住宅ローンの重しがかかると。少子高齢、空き家ですねばかりの日本では、良い不動産は外資に買われ、首都圏のみが値上がりし、通勤世代にさらなる重しとなると。分かってやっているのが国家という状況です。4つ目、増加した税収の使い道ということで、増加した税収をどのように使うかが問われていると。財務省は借金返済を優先するが、家計支援策や新たな成長分野への支援も必要であると。賢い支出を目指し、オープンな議論が求められている。最悪のシナリオは、税収増に安心して無駄な支出を続けることであると。ボーナス的な税収増加を無駄にせず、効果的な使い方をすることが重要であると。これが記事ですね。で、私の意見です。もちろん増えた税収は武器を買うか無駄金に費やされると。武器購入のための揉め事も起きるだろうと。ただしこれすら出来レースである可能性が高い。欧米 NATO 対ロシアとかも私はもう出来レースだと思ってるので、まあ、お互いがドンパチやると景気が良くなるっていうことがおそらく背景にあるかなと。トランプ政権になった時どこに向かうかだが、壁支配者の方向性に触れるだろうと、まあ、そっち側に行くだろうっていうのが私の意見です。で、そもそもが問題を起こし、特別予算を組んでお金をばらまき、既得益権を取り合うのが先進国の政治であるっていうことなので、まあ、これが正体なんですね。そろそろまとめなんですけど、この円安対策が功を奏してですね、今どんどん輸出大企業がめちゃめちゃ儲かってると。ただし輸入品、食料品とか油とかですね、あと石油とか、まあ、薬とか肥料とかも様々なものがそうなんですけど、どんどん値上がりしてってるから家計がどんどん苦しくなってる。まあ、企業も値上げしないとやっていけないんで、値上げしなきゃいけないけど、値上げすると物が売れなくなり、なおかつ昇給もしないみたいな現状になってると。なので、まあ、こう、対策もあまりないんですが、問題を起こして既得益権がお金を稼ぐ構図っていうことを、まず理解しなければいけず、理解して、上でですね、もうそんな世界はまっぴらごめんっていう意思を発動するといいかなというふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひ、ね、高評価をしていただければと思います。コメント欄、ご質問とかご感想いただければありがたいです。動画の最後に QR コードが出てきて、私の LINE に登録することができます。水曜と日曜日に30分間 Zoom で個別相談というのは、コインでお金増やしたい人、守りたい人に対してやってますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。あと動画最後まで見ると、関連動画、おすすめ動画が出るので、まあ様々なジャンルで2000本ぐらい動画あるので、まあ、いくつか見ていただけるとありがたいかなと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。